今回は埼玉県道10号春日部松伏線を走ってまいります。急行の松伏駅です。終点の松伏には始発から38分、赤沼には23分の到着予定です。まもなく、春日部一宮、春日部一宮です。春日部一宮の次は、牛島に停まります。国道4号線、日光街道、去って越谷方面お乗り換えです。本車線は春日部松伏線、埼玉県道10号松伏行きです。牛島、富士塚、赤沼南、松伏緑の丘公園、北松伏終点の松伏の順に停車してまいります。次は牛島です。
まもなく牛島です。県道321号線、西金野井方面は乗り換えです。まもなく藤塚です。南桜井駅、米島方面はお乗り換えです。藤塚の次は、赤沼に停まります。藤塚で各駅停車に連絡いたします。次は赤沼です。
まもなく赤沼です。越谷春日部バイパス、国道4号線、昭和草加方面はお乗り換えです。赤沼の次は赤沼南に止まります。まもなく赤沼南です。埼玉県道80号線、岩槻野田橋方面はお乗り換えです。まもなく松伏緑の丘公園です。松伏緑の丘公園の次は北松伏に止まります。
まもなく北松伏、北松伏です。北松伏の次は終点の松伏です。県道19号線、野田市駅方面はお乗り換えです。ご利用ありがとうございました。終点の松伏です。夢見の野田橋方面と、葛飾吉川松伏線吉川方面、県道19号越谷方面はお乗り換えです。本日も春日部松伏線ご利用いただきましてありがとうございました。